どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はプラネットコースターやっていきたいと思います。ガルピーのアイスランドパラダイス、はい、3回目です。はい、ちょっと前回のやつ進めてったんですけど雑だったかなっていうので、あのマイナスがローンが返済できそうもないので、多分まあでもすぐには結構これシミュレーションゲームとして結構シビアなのかなって、チュートリアル的なチャレンジだけどと思ったので本腰を入れて本腰は入れたんですけど、なのでもうちょっと細かくやっていこうかなと思います。で、前回考えてた、まずこれを売るっていうのは多分これでスペースがないから、これを作るのはいいと思う。そしてこの辺のものも、あ、これダメだね。これかな。まあ、ここは綺麗にして、ここもかな。あとはこれ使えるスペースはでもこれぐらいかな。多分これが敷地、あー、ここも空いてるよってこと。なるほど。まず園内の作りをもっと把握しないと。多分これが入り口で入ってきて道があって、この建物、詳細が出てこないけど、ここを通って、まあ一応ここも何か置けるし、ここはまあ間違いなく置ける。から、この辺を、うまく使って、これでしょ?行きたいかなと思っているけれども、よし、まずここまではいい。そしてあとは乗り物、乗り物をどうするかっていう話で悩むのが、高いの。ただこれしかないから、お金が。安いのはこれなんだよな。まあ大きいの1個置いてもいい。どうなんだろうな、もう園内が狭いから、まあ、見た目とかもう前回までちょっと見た目を気にしてて、やっぱテーマパーク作りってことでいいの作りたいなと思ったけど、このチャレンジモードは多分見た目気にしてると難しい気がするから、まずこういう乗り物で全然見た目度外視でこうかなと思ってはいますが、この辺もこれ邪魔なんだよ。あ、一応これアトラクションみたいな感じで見るやつなんだ。まず物作ろうかな。まずこれだね。これをこの安いやつをちょっと全部かぶってるけど、多分全部同じでもまあ値段は、いや違ったな、そうじゃないな、元に戻せないのかな。
大丈夫そう。これを、うまく、設置していって、入り口は、この辺で蛇行させる感じ？ちょっと結構今回、真面目な感じで。いや、出口もうちょっとこの辺にしたいな。で、この入り口も結構ネックで、あんまりこっちに伸ばすと違う建物が作れないから、細かく蛇行させる？長さがちょっと長いんだよな。いやー、これぐらいが限界なのかな。そして歩道を、こんな感じにして景観が悪いと、景観か、景観何がいいかな。何が安くて上がるんだろうな。いや、でもこの辺に何台も設置するんだったら、結局1台高いの置いといた方が後々効率的だとは思うから、やはりどれかな、これかな、これ欠かせない。いくら、結構するな。でもこれ欠かせないと思うんだよね。なんとなく個人的に好きだからっていうのもあるけど、ドン52、これだけじゃ足りないんだ。これ種類をちょっと変えてあげて、いろんな種類で、これで68。こんな感じかな。83。98。まあいいとこじゃないか。これでも邪魔だな。後なんかミスった気がするな、結局。まあいいや。あんまり。あとはショップだよね。小さいショップを何個か置いた方が効率的なような気がしないでもないんだよな。食べ物屋さん。食べ物でしょ？で、あと飲み物が欲しい感じ？
飲み物がないね。トイレはあるけど。飲み物は小さいのしかないのかな、まだ。そして必要なのがトイレ。トイレ大きいな。まあ仕方ないか。やむを得ない気はするよね。歩道はどうなってるんだろう。こんな感じで。で、トイレでしょ。へえ。細かく見ていくことにしようと思ったら、トイレも、トイレの利用料金だって設定できるの。これ取っていいもんなのかな。トイレに料金って高いかな。1ドルぐらいにして、あ、まあ不満が出たら下げることにして、とりあえずお金がもう、え、これいくらしたの。これそんなになくなろうかね。施設を見る。ああ、道がないんだ。なるほど。これ難しいね。建物を透明にするボタンが知りたいんだけれども、これどうしたらいいんだ。配置できないんだけど、これ難しくない。諦めるだろ。いや、トイレ高かったな。あとはスタッフをちゃんと配置していこう。マシューペティ。いやー、ちょっとまずいな。これ一時停止して、最初にお金ある状態でガッと作った方が良かったのかもしれないな。え、入園料無料なの？それはダメだけど。無料なの？無料は無理じゃない？ちょっとどこで設定すんの？え、入園料の設定ってどこ？どこから入ってきてるんだ？ここ？入園料の設定の仕方が分かんない。いや、無料にしてるつもりはないんだけど。入園料。スタッフライド。
え、入園料ってどこで設定するの？そんな難しいことある？入園料の設定。だって1のチュートリアルに出てこなかったよ。あ、これガルピスソーダなんだ。あ、これね、これ消していいかな。これ全部消したらまずいんだよな。これ作ったの間違ったかもしれないな。まあいいや。あとどうしたらいいんだ。ショップ。ちょっと待って、ヘルプがないの？ヘルプがこれしかないんだけど。このゲーム、チュートリアルが英語で、ヘルプがないっていうのが。日照を設定。入園料上げたいよな。ただはまずいでしょう。あー、でもゆっくりゆっくりクリアできてるのかな。ガルピスそうだね。あれ店員いないんだけど。これで一人ガルピスソーダに割り当てた。自由に移動っていうのはまずいと思うんだよね。これかな、入園。でもこれスタッフビルディングって書いてある。ショップね。え、どこでみんな入園料取ってるのこれ。本当に。遊園地で入園料取り方わかんないの致命的だと思うんだけど。どこだ？あ、あったあった。チケット料金だ、ここだ。いくらぐらいがいいんだろう。500とかにしたら高いかな。ファミリーは安くした方がいいのかな。あ、でもなんか怒ってるな。安めに設定しとこうかな。こんな感じで。とりあえずこれで。いや、ちょっと時間が進めすぎてちょっとマイナスが多かったから、あとこのトイレが繋がらないから、ちょっと4回目か、ちょもう1回だけやり直させてほしいかも。これね、本当にチュートリアルないから難しい。一応動画があるけど、前も言ったけど本当英語だからなかなか、一応見ても
理解に苦しむという、はい、それではちょっと次回またニューになってるかもしれませんが、本来本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またね。